プレゼンテーションの発表を始めます。よろしくお願いします。まず自己紹介ですね。私は経済学部経済学科の久保田由美と申します。将来の夢は温かい家庭を持つことです。趣味と特技はお菓子作りと、あと料理と体を動かすことですね。ソフトテニス部に所属してたので、ソフトテニスがこの中では一番得意です。ビジネスプレゼンテーションを受講した理由は、セミの先生に勧められたからと、あとはプレゼンが苦手ということと、就活で就職できるかということが不安だったので受講しました。受講した感想は、生徒のための授業だなととても強く感じました。そして先生の話は難しい話ばかりではなくて、生徒に合わせて丁寧な言葉で分かりやすく説明してくださっているので、とても授業を受けていて楽しいです。そしてテーマですね。もし私に娘ができたらということについて発表します。明るく思いやりのある女性になってほしいなと思います。そんな娘に、私は自分が経験してきたことや思っていることを言葉にして伝えていきたいなと思います。出来事年表ですね。3歳からダンスとピアノを習ってほしいなと思います。私が小さい頃に習っていなくて、今実際に習っていればよかったなと思うので、ダンスとピアノを習っていてほしいなと思います。そして6歳から書道を習うということで、人間に字が綺麗な方がいいかなと思うので、そういう気持ちも落ち着くかなと思うので、書道を習っていてほしいなと思います。中学で運動部に入部ということで、新体操部かソフトテニス部に入部していてくれたらいいなと思います。そして13歳、中1か中2ぐらいの時に彼氏ができていてほしいです。友達関係じゃなくて異性とのコミュニケーションを取ることが大事だと思うので、彼氏ができていたらいいかなと思います。で、高3で全国大会出場ということで、まあ、私も全国大会を目標にして頑張ってきたので、娘にも同じような道を歩んでほしいので、ぜひこれは全国大会出場ということを目標に頑張ってほしいなと思います。そして大学生になって一人暮らしを始めてほしいです。私は、まあ、実家暮らしなんですけど、まあ、親に全部任せている身なので、一人暮らしをして自分のことは自分でできるように自立してほしいなと思います。最後に一番伝えたいことですね。部活やっていればやっぱり辛いこととか逃げたくなることもあるとは思うんですけど、一生付き合っていける仲間にいずれはなるということを娘にはすごく伝えたいなと思います。以上で発表を終わります。